ファーストバスケットは在籍。さあ一方で千葉です。小川が今日はスターター、そして富樫です。ステップバックのスリーポイントトップから狙ってきました。まあ富樫はあの最初のねゲーム、セン・シャンジュンが最後は合わせてきましたが、このショットは落ちました。ずっと富樫のスリー、ね、4名来ました。得点をすで、はい、に稼いでいます。ここはちょっと体勢崩れながらシングルタリー、ね、ショット落ちました。さあ富樫、右から二神、左には大倉が走っています。大倉コーナー3、さあどうだ、うん、来ました。ステフェンズに来た。ステフェンズの3はどうだ、ショートリバウンド、マーカス、うん、チップアウト。マーカス一つ役割してますよね。富樫、おー来た、エンドワン。あのここは富樫選手さすがだ、わざと押すしかですね、うん、彼のスピードを止まってすぐに1桁差、8点差まで追い上げたんですが、また12ポイント差。ただここからです。富樫のスリー、さあ決めれる選手を探してるんですけどね、今ベンチでステップアップするか。すり抜けた、おお、すごい。ディフェンス、そしてアリウープ二神、うん、よく決めた。富樫から二神、小川、小川、残り5秒、4秒、富樫、富樫のスリー、ロングスリー、さすが、これを決めるのが富樫勇樹。小川、残り5秒、4秒、富樫のスリー、ロングスリー、さすが、これを決めるのが富樫勇樹。ずっとスイッチしてきてるので、富樫選手のスピードのミスマッチ、そしてシュート力を生かせますよ、まだまだ。富樫、さあどうだ、スリーポイント、ロング2でした。ここそうですね、うん、ラインの上に、はい、足が乗ってましたね。さらに大倉がいます。マッツがスクリーン、富樫と大津、富樫のスリー来た、残り3分、富樫、富樫大丈夫です。マッツスクリーン、富樫のスリー、さあどうだ、これも来た、これは神がかっています。まさにゾーン、富樫勇樹持ってますよね、いやーすごい。ここでもう富樫にもう全員がオープンで守ってるようなね、はい、富樫のスリー、しかし来た、これも来た、アンストッパブル。自分さあまたリードチェンジ、ブレーブスが一歩前へ、残り1分半、しかし千葉には富樫がいます。富樫のスリー来た、おノーファール、おおとっと、さあ富樫のスリー来た、決めちゃいました。いやー、なんということでしょう。